世界に通用する国を作るために立ち上がった豊臣秀吉は、天下統一における最大の障害、魔王織田信長との決戦に挑まんとしていた。軍師にして親友の竹中半兵衛と共に、秀吉は己の信じる時代を作るため戦場に立った。魔王殿は明智から謀反を受けたようだね。魔王を討つならば今が好機か。行くぞ半兵衛。第一章開幕。伊予の波動を遮るか。信長公、殺し合いと行きましょう。魔王こそが国を蝕む病そのもの。我の手で乱れた世に終止符を打つ。魔王よ、新たな時代の産声を聞け。王妃、貴様の悲鳴でかき消してくれ。そんな負けだ。今宵は私が待ちに待った至福の時。猿がチャチャを入れることは許しませんよ。お前の魔王と共に冥府へ送ってやろう。つまらぬ戦などすぐに終わらせてくれるわ。それしきで図に乗ると器が知れよう。全身あるのみ、我は立ち止まられる。アレンなどいらぬわ。ただ進むのみ。臆して足が動かぬ。体に屍が増えゆくのみぞ。見るべきは未来、それだけ。だが道の先にこそ太平なる国がある。対局を知らぬこと、それ自体がおこがましいとしてお前に教えてやろう、我の時代の作り方を。
作りし国に魔王は不要。私には信長公が必要です。この手で殺すためにね。貴様ら、お前の存在がこの国を狂わせる。何もできぬするには負の利を得よう。小賢しいですね。明智、お前こそが打足であると気づくがよい。滅びよ、地獄の底でさまよい続けるがよい。山猿なし、慈悲もなし。なんと楽しい宴でしょう。死と絶望が舞い踊っています。本当の敵はお前の向こう、そのはるか彼方。図に乗るな。貴様の地獄は不可能。我の作りの労働なく天下を恨むがよい。これで天下は君のものだよ。始めるぞ、半兵衛。強き国づくりを。秀吉は天下をほぼ掌握したが、散発的な抵抗は続いていた。富国強兵という世界と比肩する国づくりのため、秀吉は刀狩りを決意する。弱き者が武器を持てば、うちに争いを起こす。刀こそが乱世の元凶なのだ。第二章開幕。農民は苦しんでるだ。おらか、弱き者には大変なのが見える。畑仕事を放棄し、戦の魔物とはこれ以上搾取され続けるのは不満できるだべ。時代は変わった。一時として止まりはせぬ。君の負けだ。お前に教えてやろう、我の時代の作り方。
たちがそれを武器として使ったせいだ。秀吉の刀狩りにも一向に従わず、自由を謳歌し続ける者がいた。四国を根城とする長宗我部元親である。賊は討伐するのみ。海上賊船禁止令を発布する。刀を取り上げよう。刀狩りだと？随分とふざけたお猿さんじゃねえか。第三章開幕。この国の一部、自由にはさせぬ。他の人間に指図は受けぬぞ。なかなかの装備を持っているようだね、元近くんは。この国を強くするため、その船は我が軍が徴収する。我が産むは破滅ではない。そうそうよ。助かりたまえ。見るべきは見ろ。それだけを。前進あるのみ。我は立ち止まらない。この国のため。時代は変わっても一時として止まりはせぬ。我が道の先にこそ太平なる国がある。お前
教えてやろう。我の元で働け、我の国のために。対局を知らぬこと、それ自体がおこがましいと知れ。海賊よ、奪い奪われる時代は終わったのだ。刀を奪おうとするあんたに言われたがねえぜ。この国のため、山猿は丘の上で這いつくばってな。目に出てくるのは筋違いだぜ。助かりたまえ。峰は俺の魂、死んでも譲れねえな。なあ、その小さな誇りと共に歴史するがよい。時代の波に逆らってこそ。昨今の海賊は時代の風も読めぬようだ。この程度で大将を名乗るか。君の負けだ。我の天下は海原も太平よ。無法者どもを見過ごすわけにはいかぬ。刀狩りにより、秀吉は順調に強き国の基盤を固めていった。しかし、刀狩りに反抗する者も現れた。奥州の伊達政宗である。奥州の独眼竜が刀狩りを拒否しているようだね。ならば竜の爪、力ずくで剥がしてやろう。第4章開幕。独眼竜、刀か己の命、どちらかを捨てよ。どっちも夢だ。君たちには見えないようだね、秀吉が作る輝かしい未来。無駄に屍が増えていくのみぞ。我の作る王道なく天から拝むがよい。Hey guys, thanks for watching this video. If you like this video, be sure to leave it a like. And if you want to see more of my future content, be sure to hit the subscribe button. And to stay up to date with all of the releases that come out daily, be sure to click that bell. And if you're feeling a little bit generous, why not check out my Patreon page? Link is down in the description. And as always, until the next video, hasta.